皆さんこんばんは、YouTube シラバスフランス料理担当の酒井敦史です。今日9月9日月曜日ですね。今日は、イチジクとココナッツを使った簡単にできるデザートをご紹介します。材料はこちらです。卵黄です。きびと混ぜて、いつも皆さんにご紹介している通り、卵と何かを混ぜるときは何があってもすぐ混ぜる。放置しておくと、こう一緒にして放置しておくとダマダマができますよね。浸透圧が作用してタンパク質が凝固するので、それがダマダマになってどんだけ混ぜてもきれいになりませんので、薄力粉、です。でココナッツミルク温めます。でバニラビーンズですね、あれば使ってください。より香りが華やかに豪華になりますので、種をしごいて一緒に温めると。では温まったので、この卵に混ぜていきます。で鍋に戻し入れて混ぜながら加熱していきますね。で加熱することで卵黄と薄力粉の熱を加えると凝固する粘性が出てくる作用を使ってクリームに。これはココナッツミルクじゃなくて牛乳でやるとカスタードクリームですね、クレームパティシエールになりますので、同じ作り方ですから。でしっかり加熱します。完成の目安がですね、しっかり加熱してまんべんなく混ぜるとツヤがクリームに出てきますので、艶が出てきたところを目安としましょう。いいですね、いい感じですね。でこれで完成です。いちじく、これ三河湾の西尾っていう地域のですね、あるんですね、お茶が有名なね、その辺の地域で採れる、白いちじく、白いちじく綺麗でしょう。グラタン、耐熱の皿にのせてココナッツクリームをいちじくかけますね。ココナッツファインね。もう美味しそう。5分です。では時間5分経ちました。香ばしく焼き上がってますね。はい、いちじくのココナッツグラタンの完成です。では、食担当のみずちゃんです。では水ちゃんで分からん。はい、ではどうぞ。いただきます。一口で食べん方がいいよ。気をつけて、気をつけな。とろとろ、そう、美味しそうね。いただきます。大丈夫大丈夫か、本当に。あっか、嘘やろ。涙目になってないですね。大丈夫。自意識過剰やから、ね。いやでも美味しい。美味しい。はい、美味しい、ね。美味しいよな。なんか僕固定概念でやっぱデザートって冷たいものっていうイメージがあったんですけど、なんか覆りました。またそれ言うと、なんでこの人はフランス料理やってるんですかって。すいません。温かいデザートはフランス料理の真骨頂ですよ。何を言うんですか。
勉強するアップルパイ好きやん。大好きですけど家で確かに。お前こっそり作ってお前バイトの子にお前それは食べさせ気持ち悪いキモすいません。でも美味しい。うん、でこのココナッツのふわっとする香りが、これイチジクが一番いいねこれね、うん、あまあでも桃もうまいと思うけどな、桃も美味しいと思うけど、どっちも引き立つ、イチジクもココナッツの香りも、うん、どっちも引き立つ、うん、でまたココナッツ、さて問題です、ででいやでデザートにはこう洋酒を使うとこうなんていうのかな、グレードがぐるぐんと上がるのね、上がるでしょ、はい、このデザートに何かリキュールを使うなら何を使えば相性がいいと思う。涙目っていうか涙流してないお前いや涙目いや大丈夫かちょっと暑かった暑かった、はい、何が合うでしょう、もうセオリー、セオリーココナッツといえば、ココナッツといえばラム、そうラムが、ありがとうございます、こうあのイチジクを切ってラム酒をこうたっぷりかけてココナッツクリームを乗せてグラタンにするともうよりこうふわっと大人のデザートになりますから、全然見聞こえそうですね、うんうん、かハーゲンダッツのラムレーズン買ってきて乗せる間違いない、一緒に食べる、もう冷たいやつ一緒に食べる、もうあとマリービスケット砕くとかね、ここまで作っていただいて、そうそうそう、あとは既製品に頼るそうです、ちょっとハーゲンダッツの力、お力を、そうそうそう、はい、ハーゲンダッツは偉大なんでね、そうですね、はい、はい、あのより美味しいデザートになると思いますんで、簡単ですよね、本当簡単です、あのぜひご家庭で、はい、これを冷やして食べても美味しいです、うん、このまんま冷やしてもらっても、あのぜひご家庭で、お楽しみいただけたらなと思います。来週はムール貝を使ったリゾットをご紹介したいと思いますので、お楽しみにしてください。セボンです。